日本埼玉県埼玉市北区吉野町吉野町は埼玉県埼玉市北区の町名。現行行政地名は吉野町1丁目及び吉野町2丁目。住居表示未実施地区。郵便番号は331-0811。本校では吉野町の前身である大技吉野原についても述べる。埼玉県埼玉市北区最北端の大宮台地上に位置する。 東側を、上尾市上したや道原市、南側を、今和町や本郷町や宮原町、西側を別所町、北側を上吉、上尾栄境町や、同日の出と隣接する。地区東部の芝川周辺は、かつての見沼の北端にあたり、吉野源と呼ばれる、湿地帯であった。全体的に市街各域に指定されているが、芝川のすぐ西側を平行する市道を境に、 東側は市街化調整区域に指定されている。国道17号と国道16号が交差していることから交通の便が、よく、吉野原工業団地が形成されている。卸売市場などもある。生産力地地区としての農地も地内に点在する。旧石器時代から平安期の遺跡である、吉野原遺跡や縄文時代中期の吉野町遺跡が、地内に所在する。 住宅地の地下は、2015年1月1日の工事地下によれば、吉野町2丁目207番18の地点で12万2000円、平方メートルとなっている。元は、江戸期より存在した武蔵国足立郡吉野領に属する吉野原村。古くは、室町期戦国期より見出せる大宮里に属する吉野村であった。近世は、原村とも称された。 村内は神里及び下郷に区分けされていた。村高は、昭法年間の武蔵国伝園坊では496国余り、玄禄豪町及び天保豪町では510国余りであった。スケは中仙道揚げ尾塾に出役していた。火星期の世帯数は77件で、村の規模は東西10町、南北30町であった。紅花の生産が、 幕末に行われ、主に桶川塾へ出荷していた2017年9月1日、現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。宮原コミュニティセンター、ありがとうございます。